僕らで手伝ってあげない？どちらへ向かいますか？竜に関するものは結構あるみたいだけど。前に一人で来た時はそれすら見なかったな。楽しみの時間だね。どこに行くのさ？素材集めに行くの？この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから見てると時間が足りないよ。休憩しようか。それにしても皆さん体力があってすごいです。私なんてすぐに息が上がってしまって。まあもともと田舎育ちだしね。小さい頃からなんだかんだで走り回ったりしてたしな。いや、田舎育ちで一括りにしないでくれ。お前らが悪ガキすぎるんだよ。ボート出身のパティでも皆さんについて行っていますし、私は昔から剣術の稽古をしていたり、タオさんと遺跡巡りとかもしてるから。出身がオートでも人並み以上に鍛えられてるってことね。まあね。それでもこの人たちについていくのは大変だなって思うことは結構あるけど。なんかひどい言われ方をされた気がする。この辺りいいものが手に入りそうな予感がします。これでよし。見つけた。毒のある植物は避けて慎重にな。見つけた。あそこ人がいますね。
れで平気だと思うんだけど。俺たちにかかればこんなもんよ。マジで不思議だよな、この鍵って。なんか暑くなってきたな。ずっと歩き詰めだからね。っていうか今日はいつもより暑い気がするぞ。夏だから当然といえばそうなんだけど、それにしても暑いな。これ使いますか？うん、これってセンスってやつ？オートで時々これ使ってる人見たけど便利そうだよね。うちの里じゃ見たことないけど、パッて開くのがすごくかっこいい。どうせなら私も自分用のやつ作っちゃおうかな。それほど難しい作りではないんですよ。そういやどうして戦争を武器にしてるんだ？正直扱うのかなり難しいだろう。ああ、あれですか。あれは昔父に護身用に持たされたものなんです。護身用？センスが？ランベルティー家としては街中で分かりやすく武器を携帯するのはあまり見た目が良くないということですね。しかし護身用の武器は必要ということで、いざとなれば武器として使えるセンスが選ばれました。そのままセンスを携帯することに慣れてしまったので、今でも変わらず持っているんです。まあ作りや材質が違うのでセンスとしては使えませんが。なるほどね。なんでセンスって思ってたけど、ちゃんと考えられてたんだね。でもこれは普通のセンスです。仰ぐのに使ってください。
イザさんって健脚ですよね。うん、そうかな。子供の頃から走り回ってるからだろうね。敵です、気をつけて。パティ一緒に戦おう。ナイスデリーダー、頼める最初の戦略だよ。ライザさん、はい、切り刻みなさい。剣士の戦略だよ。フェデリーカさん、任せるね。フェデリーカ、頼んで先へ。力を撃つ。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。ありがとう、フェデリーカさん。投げます。速さの限界は。こっちの倒しました。パティが言ったことを安心するよ。決めますよ。私の戦略だよ。これなら切り刻みなさい。奥義はこんなこともできるんだ。好きだらけよ。ライザさん、私の金返してもよろしいですか。一歩倒したよ。じっくりよ、フェデリーカ。クラウディア、連続いい感じだな。逃げておしまい。今なら力を上げる。問題はありませんでしたね。フォーレの里を見ているとラーゼンボーデンの古老の顔が思い浮かぶな。まあ気持ちはわかるぜ。田舎はどこもこんなもんだったりするのか。お前らしいな。